どうも皆さん、ティングでございます。それでは前回続きやっていきましょう。前回防具帝国のお城に侵入したんですけれども、どういうわけか過去に飛ばされました。そして過去で現皇帝のお父様に出会ったわけですけれども、何やらいろいろ複雑な事情があってですね、現皇帝は心を閉ざしてしまっている、信じる心をなくしてしまっていると。その信じる心を取り戻す剣、過去編で何かをやらかしに帰ってまいりました。行きましょう。さて、結構ストーリーが気になる感じですね。防具帝国なかなか面白い感じで、前回も9割キューブボス戦だったということでね9割キューブボス戦しかしなかったということで、今回はちょっと進みたいよ。私進んでいくよ。まあ、それだけボスが強敵。チェス先輩、おう、なるほどね、任せろ、俺が助けてきてやろう。ちなみに褒美はまあまあちょっとで許してやろうかな。うん、それなりの褒美で許してやるよ俺はね。やっぱりそうか、皇帝陛下が信じる心をなくしたから防具帝国はみんな豚の被り物をかぶり出したわけだな。そういうことですか。はいはい、そういうことですか。これちょっと宿屋に泊まりますし、店屋も寄りますよ。4100円もお金もらったからね寄ってやるぜ。よし、しっかり寄って強化していきましょう。敵がかなり強い可能性がありますから、備えあればなんとやらです。行きましょう。まずは最初にやってきたのは武器屋ですね。まずは武器屋寄っていきたいと思います。私に武器をください。4100円ももらったんですよ。武器ください。おう、センキュー。技66が49か、それはちょっと低くなりすぎじゃないかな。バッドエンド、まああいつはいいか。この辺はちょっとしっかり買いたいね。これか。あ、でも先防具しようか。防具買おうかね。防具だね、まずね。防具でもローブはいらないとすると、これもまあいいかなと。すると盾だね。盾って買うか。真ん中のやつ用に買うか。どうするよ真ん中のこいつ。買うか。兵士の兜買っちゃうか。戦闘使いたいもんね。見たいっすよね、戦闘で。買いましょう。兵士の兜買いました。装備、鉄の盾、装備。しかし、あ、ごめんなさい、今ピコピコっつったのはね、ラインですね。すごいラインが来ちゃった、ごめんなさい。さてと、もう売るか。なんかもうさ、売ってもいい気がしてきたよ俺お金、まあ、最後は困んないと思うんだけど、装備も最後の方困んないでしょどうせね。なんか売ろう、お金足りないわ。これ売るか。石成売って、これも売ろう。売る。はい、槍もこれ装備してる、持ってる。骨の探検も売る。 OK。 素材って書いてんのはちょっと残しとこうかな。素材って書いてあるな。フレームダガーもなんか頑張って作ったけどいらねえ。売る、はい売ってこ売ってこ、はい、じゃんじゃん売ってこ、はい、売るる。お金だ、お金、金こそ全てだよお前。金がこの世界を制する。金持ってるやつは偉いからな、本当に。もうよし、売る。 OKOK、 ガンガン売ってこ。これは装備中。ミストロブ売ります。すごい、一気にお金いっぱいだぜ。ゼブラマント売っちゃえば、売っていいね、こんな。売っちゃえ売っちゃえ、カスイマント売る売る。オッケーオッケー。なんかもう絶対手に入らないだろうなこれっていう、それだけ残しとこう。あとも全部売りだ売りだ売り。オッケーオッケー、売っちゃえ売っちゃえ、売っちゃえばいいんだよこんな。はいはいはいオッケー。とんがり帽子は誰か装備できるやついるぞ。これはこれはあかんねん、俺知ってる。あ、これあれだね、装備外れた後、まずその新しい装備させてからのが良かったね。失敗したわ。それに関しては俺ミスったと思うわ。ここやってからだね。失敗したわ。まあ仕方ないね。時すでに遅しや。それはもうしょうがない。ゴーストな、これな、ゴージャスな服ちょっともったいない気がするんだけどな。まあしょうがないよね。ウィンドローブが強かった。ここまでこんな強いとは。これ装備させようか。まるまる全然使ってないけどね。全然欲しくねえんだよね、今のところ。今のところ全然ビビッと来てないんだよね。トンカリボス装備させた。鉄の盾みっとも、これね、もらいもんだけど、売っちゃうか。売っちゃう売っちゃう。よし、めっちゃ金入ったね。で、防具は現在最強や。これ全員最高になった。で、これ125でしょ。133。買おうか。あ、でもなんか器用さ下がるね。17はマイナスって書いてあるな。器用さマイナス痛いな。こっちしようか。ハンマーにして。
タワークラッシュを小前に装備させよう。これでいこう。で、あとゴーストクロー、あ、これは装備させられないね。たまに呪い状態やって、これ強いね。これファンにいいじゃんか。あとこれだな、兵士の槍だな。これちょっと欲しいね。うん、よし、そんな感じで、とりあえず一通りいい感じのお金の使い方できてると思います。いいんじゃないでしょうか。で、残った金でバッチリコーヒーを買いましょう。よし、これで戦闘ルッチ以外も使えるようになりましたから、あの攻撃のターンになったらルッチ以外に変えてやっていきましょう。敵がひるんだりしたら、あのもう一人のやつ使いましょうかね。技ちょっと見とこうか、技。大丈夫？ためろ。守る系のやつ何にもないけど、大丈夫これ。避けれんだろうな、お前。あれだぜ、あ、避ける系一切ないんだね、こいつ。あ、じゃあもうひるんだ時しかダメだね。ひるんだ時しかダメなんだね。ちなみにさ、ちょっと待って、あのなんかぐんぐんって何これ、技をアップする、その辺はいらないんだよな。もうなんか回復だけでいいんだよ。こうする、こうする、なんかもうこうする。もっとさ言うとさ、俺さ、この辺さちょっと使ってほしくないんだけど、なんかできないかな。作戦チェンジってどうすんだっけ。これ作戦チェンジはどうすんだったっけ。作戦考えるのどうすんだっけ。作戦ってどうすんだったっけな。先生、作戦の、あー、これじゃないんだよ。これじゃないんだよね。そうなんだよ。教えて、須藤先生。チュートリアルお出しやす。戦いの基本じゃなくて、これだ。作戦だ。おう。作戦、あ、いいよ。吹き出しコマンドの作戦を選べばよいでじゃ。吹き出しコマンドの作戦を選べばよいよ。吹き出しコマンドの作戦。お任せ装備ってのあるで、これ。すげえね。お任せ装備ってあるやん。これ強いやつにするってことか、これ。そういうことか。お任せで強いやつ装備するってことなんかな。ああ、そんなんあるんだ。じゃあそれはいいね。作戦やって、ちょっと待って。まずい。作戦。これ、どこ?おう。おう。シフト、ああ、それはオッケーやった。よし、以上じゃ。じゃあ作戦どこで変えんねん。ちょっと待って。作戦をどこで変えるかを質問してるんですけど、ゲーム設定じゃないんだよね。要ね、違うね。ちょっと待って。落ち着くんだ。こんなとこで時間を取ってる場合ではないんだよ。戦闘中にしか変えれない説来た。俺賢い。戦闘中にしか変えれないんだ。ほら、賢い、ティンクさん賢い。そういうことね。分かっちゃいましたよ。戦闘のコマンドに作戦があるんですね。オーケー。なんてことはねえね。謎は解めて透けましたよ。じゃあまあ雑魚戦してるとき作戦でもちょっと押して変えましょうか。よっしゃ。ケイ、おばちゃおっすー。バッチリコーヒーを2つ買えるようになったのは、この間物が安く買えるようになるやつを買ったからですよ。おイエーイ、開封ブラシだった。なんだ開封ブラシって何それ。これ何。封印を開封する。なるほどね。よし、英雄ジャンプしちゃった。間違った。ピョンってやっちゃった。よっしゃ、さあ行くぞ。あ、ちょ、こっちだ。さあ待っていろ、王子様たちを助けよう。たんまりと俺はお礼をもらうんや。はいいけどさ、これ、あ、しまった。寝る料金ないかな、これ。寝れないかな。80で寝れるかな。どうだろう、忘れちゃったわ。よし、行こう。せい、どうよ。 OK、 来た、止まる。140ですから止まりませんでした。ボーンボーン、ちょ、止まれへんかったし。しょうがないね。MP ない状態で助けに行くと怖いんだけど、すげえ。大丈夫かな、不安しかない。まあ、丸のレベルが途中で上がってくれることを俺は勝手に期待しよう。行くぞ、突撃。突撃してやろうじゃないか。シャオラ、どこや。近い、意外と近かったぞ。意外と奴らは近くにいるような。おっと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 、びっくらした、びっくら超えた。これで戦闘したらさ、戻ったらさ、止まれるようになっちゃうんだよ、実はね。実はそうなんだけど。過去でもモンスターは変わらないんだね。よし、行くぞ。強くなった俺たちの力を見せてやるぜ。おらー、ういしょ、痛い。癒しの雫、ありがとう。下級の回復技を持たせてたからね。
セバ取るんだ、それを。いい子だ。ゼンダインに勝てないんだよね。強いんだよ、ゼンダインが、マジで。うら、てめえこら。こいつは強い。これ戦車と一緒。硬い。とにかく硬い。あ、作戦変えるの忘れてた。作戦。回復を優先する。うん。自由に戦う。援護して戦うにしようか。全力で戦うはまずい。まずいよね。こうしようか。で、HP 引いてきてくれたから、これでいこうか。よし、こんな感じでいい。どう？違う。私は違うの。私じゃないの。よし、OK。こんな感じでどうよ。結局、回復優先のままだったね。うん。よし。作戦的にはこれでいいな。OK。行くぞ、ほら。俺がもう勝手に特技をもう、削ればいい。削れば。今のセバみたいに回復以外できひんようしちゃったね。OK。もうちょっとでレベル上がるんだよね。よしよしよし。さあ、どこにいるんだろう。どこにいるんだろう。あれ、パッと見た感じいないぜ。あ、中、これもしかして。入るの？ダンジョンちゃん、もしかして。おいおい、ちょっと待てよ。ダンジョンはちょっとやばいんちゃうか？あ、ほら。あ、見つけた？早い。ラズ、魔法。あ、ちっちゃい。すげえな。諦めんな。もう一度だ。ちょっと兄ちゃん。ねえ。おお。避けられてるやんけ。なんだおめえみたいな顔されてんの。怒ってる。みんな行こう。やばいやばい。よっしゃ、ボス戦や。MP ないけどどうしよう。そこだわ。こいつ強いんちゃうかなって気がするんだけど、大丈夫かな。雑魚かな、ジャイアースは。わからんけど突撃だ、行くぞあ、弱いこいつ、弱いぞこいつ。こいつクソ雑魚だ、やっちまえ。ほら、ここでナイス出た瞬間に変えて、俺行く。ブロッケ、ブロッケアタックだ、見せてやれ。ブロッケ結構ミスすんねんけど。新しい新キャラ使ってこう。強いんちゃう、でも30食らってんて。ワン外す、外す。意外とミスが多い、ミスが。これ器用さに影響してる気がする。痛いな、ほら。おら、ストレート。イェーイ、ブロッケ、これ取ろう。これ HP 回復すんね、これ。これ取ろう。よっしゃ、HP 回復。この調子でいこう。オーケー。よっしゃ、まだ上がった。これで MP も回復した。ガンロック覚えた。ブロッケ進化できる。進化させましょう。これで。サウンドウェイ。よっしゃ。レベルアップ祭りだぜ。お前で。ラスって言うんや。うん。勝手になるんじゃねえやった。めっちゃ怒ってるやん。お前、めっちゃ怒ってるやん。お前らみたいな雑魚ができるわけないだろっつって。お腹空いたよって。おぉ、すごい偉そうやな、こいつ。うん。めっちゃ偉そうや。すごい上から目線やね。上から目線すぎてびっくりするやんか。そんな上から目線しちゃう。やるじゃないか。よーし。じゃあ進化させましょうか。こいつをついに。コマンド変更でまず、岩投げと、大きな岩を投げつけて敵って物理ダメージ。小さな岩を投げつけて敵って物理ダメージ。小さい方が強いんだ。へぇ。なんか意外だな。ガンロックにしときましょうか、とりあえず。で、ついに進化かな。あと何人か進化できるやつだ。そうか。あれがないから進化させてなかったんだよね。よし。じゃ進化させましょう、ブロッケンを。いきます。まだエースとして使うか分からんけど、余ってるからね。スタードロップ、上げます。ブロンソン、進化。どうだ、お前、挑発とか覚えたらさ、防御力低いのにどうすんやろ。でも、ブロンソンになったらしばらく戦闘には出せないですね。うん、せっかく強くしたのに。しばらく出せねえな。よっしゃ。すごいイカつくなったで。すごい強そう。よしよしよし。コマンドスロットが1個増えたっつったから増やしましょうか。増えましたね。じゃあ、岩投げを覚えさせましょうかね。よっしゃ。こんな感じで。しばらくまた戦闘には出せないですけどね。レベル1ですから。うん。まあ、しょうがない。でも進化した方が強くなるんですから、優先的にやっぱ進化させるべきですよね。よっしゃ、行こう。じゃあ1匹ぐらい戦っとこうか、今後のために。ブロンソン強くするために。ちょっとまあ軽く当たるだけ。よし。まあ MP 回復したんで当たっても全然大丈夫ですよ。行きましょう。
トーン、俺行くぞ。もうね、トッシュしちゃ楽勝。全ダインだけだな、やっぱり。全ダインがクソ強いだけで、その防御力、他の面は全然大丈夫だ。うん、オッケー、ほら、技キャンセル。セイ、セイ、セイ、アタック。よしよし。てか俺さ、今戦闘で思い出したけど、セバさ、MP を、どんだけお前使うのよ。MP 出た瞬間使いまくりか、お前。出た瞬間使いまくりか、お前は。何してやつや。オッケー。よしよしよし。ブロンソン一気レベル5までいったよ。すごい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 。いいね、いいね、いいね。ぐんぐん上がっていくよ。いいね、いいね。そういうさ、上がりが激しいのいいよ。俺一個思い出しました。さっきセバの技。これ、癒しの光外してた理由を思い出した。こうしとこう。オッケー。状態異常回復だけにしとこう。よっしゃ。さて、帰ろう帰ろう。意外と簡単だったな、この任務は。もう一瞬で終わったやないか。でもこれじゃないよね。お兄さんが死んだ理由と、信じる心がなくなってるその理由を探さなあかんから、こんなんじゃダメなんだよ。もっとなんかとんでもねえのが待ってるはずなんだよ。こんなんじゃまだまだ俺は満足してないぞ。俺の実力を試させろっつって。よーし。まあ、軽く倒したぜ。オッケーオッケー。さっきの全ダインとかと戦闘見てる感じだと結構強くなってるんで、俺自身ね、うん、俺自身強くなってますから、多分いけんじゃねえかな。クエストこなせそう。過去から未来戻ったらクエストこなしてみましょうか。残ってるやつ、討伐クエストやってみようと思います。うん、なんかいけそうな気がする。なんとなくですけどね。なんとなくですよ。よし、じゃあ王様に店に行きましょうか。なんて言うんやろ。お前ほんま助けたったんやから、お礼の一つや二つくれてもええんちゃうか。まあ魔法二つだな。うん、魔法二つか。お金そうだな。未だかつて見たことない。1万ゴールドぐらいくれたら許すかな。うん、お金か1万ゴールドで許してやろう。うん、まあ偉そうな態度を取ったのも、まあ水に流してやるよ。どうだそれで、安いもんだろ。どうよ。は、ほんまや。もう企んでる俺っていうのはね、企みがあるけどね。何やそりゃ。怒った怒った雫。すげえ怒った雫。ロテック、あ、名乗ったよちゃんと。なんちゅう横暴な王様や。あれはええ大人並んで。対局やなほんまに。うん、どうした。嘘、あった。なんでジャイロあんな慌ててんや。ジャイロめっちゃ慌ててるよな。ロデック生きてんだろ、ジャイロ。お前、知ってんだろ、ロデックどこにいんのか。お、ジャイロお前ロデック知ってんちゃうか。現代世界でどこにいんのか、ロデックが。そうだろ。で、やっぱりあれだな。うん。やっぱりロデックが、落ちぶれて、その理由はこの父親なんだ。お前嫌ってたじゃねえかって怒ってたな。ロデックがお前の友達なんだろ。どうよこの推理、当たってると信じる。うん、そうだろ、お前すごいんやぜ。うん、引き受けてもらえないかなって。うん、帰らなあかんねん。そうそう、わからんねんけどな。時間旅行、なんやそら。魔法、伝説の魔法。おお、なんや、なんか怒ってるで、ロデックくん。あ、お前魔法の力持ってないの、ロデックって。はあ、あらさ、お兄ちゃん大好きやったよな。あ、もうジャイロはもうなんかすげえ悲しい感じや。背中で語ってんちゃう、これもう。うん、ゴーストの谷、あー出てたね。見てた時地図にあったね、それ。うん、あれ果てた谷、古代魔法時代の時代祭壇。あら、この名前は見たことあるぞ。あれ、グラディオンって確か
超杖杖で、なんかジャボーさんがグラディオンを絶対に触れさせないから大丈夫ですみたいな、消しましたみたいな。考えた、過去ならば触れるじゃないか、グラディオンに。なるへそ。おお、なるほどね、一生に一度。なるほど、お前で、それはまあ楽勝やわ。オッケー、せーのりゃ、許そう王様、魔法をくれたら許すと言ったからな、許してやろう、ありがとうよ。でも一個やったな、まあケチくさいけどええやろ。よっしゃ、さらばだ、クソ親父。あ、待って、宝物あったんじゃね。ない、何もない、いいものない、いいものは何もないということで、ケチくさいやつだぜ。まあ魔法一個やけど許してやろう、くれたから。さらばだ。でも次のとこ行く前にその魔法の効果見んとダメだよね、多分ね。ちょっと見ときましょうか、一応。ちょっと早いですけど、先見ましょう。魔法の効果。ちょっとストーリーで使えそうですか、先見たいと思います。聖なる矢。どれだろう。形から、よそ、これだ。聖なる矢。光の矢を放つ魔法。凄まじい速さで飛ぶ光り輝く矢。いればナイトメアと呼ばれる魔を払うとか。かつてこの矢を夜空に放って仲間への合図に利用した者がいた。魔法使いにはこうした臨機応変な態度も必要であろう。ナイトメアと言われる魔を払う。ナイトメアに効くんですね、非常に。ありがとう、いただいていこう。許す。魔法一つだったけど許す。お前を許すと決めました。よし。さあ行こうか、ゴーストの谷。なるほどな。なかなかちょっと複雑になってきたよ。そしてジャイロはやっぱり兄貴を知っているんだな、ジャイロ君。君が話さないと先に進まないのだけれども、うん、君はいろいろ知ってそうだから、ちょっと全てをゲロしていただきたいんだけど、俺たちゲロしていただきたいね、うん、よっしゃ、いいね、ぐんぐん進んでるよ。今回のこのストーリーの順調さ、順調さってのは順調さ、順調さすごいね、うん、ぐいぐい進んでいく、まあ、クエスト進めたくてももう過去やから進められへんっていうのもあんねんけどね。過去には過去のクエストがあって面白いと思うけど、まあでもさっき言ってたもんね、一生に一回しか行けないんだもんな、過去にね。まあそれはしょうがないかなって気がする。うん、ちょっと MP 減ってるから、まあ止まるかな、止まった方がいい気もするけど、止まらんでもいい気がする。ゴーストの谷まで結構遠かったしな、うん、悩むところですね。まああんまり深く考えず行きましょうか。よし、このまま直行してもいいと思うんで行きましょう。このまま何も考えずに直行したいと思います。行くぜ。しかし今のところ全く名前出てこへん。弟なんやったっけ。名前出てこへん。弟の名前出てこへん。兄貴ロゼッタやった。あ、弟なんやったっけ。弟の名前出てこへんな、忘れたわ。まあいいや。さあ先進むぞ。スッ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 。しかし防具帝国はめんどくさい、なんかルールあんな、ルールだからみたいな、めんどくさいやつだぜほんまに。あ、ちょっと危ない危ない、当たりそうやった、よそ見してた感じで。もうね、まっすぐ行ってるからいっかと思って、ふってよそ見をするとこう当たりそうになったらね、ありますね。まあ実世界だったらとんでもなく痛いけど、結構遠いよね、谷までね、結構道のりあるな。その間にこうちょっとザコモンスターと戦闘は避けては通れないな。多分ダンジョン入ってすぐセーブポイントがあって、そこで回復できると思うんで、それをちょっと当てにしていきます。当てにします、私当てにします。さあ来た。この辺はちょっとあんまり逃げないでしっかり目戦っていきましょう。うん、行くぞ、おら。やってるぜ。トウ。全ダインが強いから、とりあえず全ダインの集中攻撃。アタックだ。全ダインにアタックだ。よしよしよし。もうね、HP の減るとは関係ない。MP があるうちはもうガシガシいく。ガシガシ。守る。はい。守ってウィーナー。守ってウィーナーかった。よし、行こう。アタック、痛い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 。全ダインの防御力上がってるぞ。なんか防御力上がってる。なんか使いやがったな。しかし、セバがすげえ集中攻撃されてる。セバの集中攻撃具合がやばいんだけど。セバが、セバがいじめられてる。なんで2匹ともセバ狙ってんだよ、お前。何してんねん、ほら。セバ死ぬ、セバ死ぬ、セバ死ぬ。大丈夫。ちょ、フェニックスの弓みたいなの買ってへんの。弓じゃないわ。フェニックスのあれ、買ってへんの。よし。チェンジ。スノボコ行くんだ。君の出番だ。アタックだ。勝て。すげえ勝て。すげえ硬いんだけど。よし。ちょ、俺の方向け。こっち向けや、こっち。お前、こっち向けや、こっちを。ほら。こっち向け。丸さっきからすげえさ、技をさ、防がれてるよね、あれで。まずいな、まずいな、これ。大丈夫。バッチリコーヒー使う。早くも1個使う。よっしゃ。早くも1個使っちゃったけどな。よっしゃ。
これやばいね。最初から使ってんのやばいね、これ。先が思いやられるね、これ。大丈夫かな、本当に。結構やばそうだぜ。アイテムポーチ先使おうか。アイテム、優先でね、こっち優先で使おうか。ジューシーサンド、100。こっち使う。よし。さてと、やばいな、これ。慢性的な MP 不足とかになってるけど、MP 不足、本当に。足りなさすぎる。最悪あれだね。今回ダンジョンの入り口でお疲れ様でしたって終わって、次ちょっとダンジョンの入り口でしっかりレベル上げてからの実況開始とかにした方がいいかもしれない。そういうパターンもあるかもしれないですね。よし。行くぞ。キャンドラやって。なんかブサ可愛い感じに近いけど、ちょっといまいちかな。もうちょっとな、よかったら可愛いやったけど、今んとこブサ可愛いまで行ってない。ダメだ。ちょっとね、なんか出た。なんか出たし、仲間にしちゃおう。はい。あんまり欲しくないけどな。痛い。OK! ゲットしました。トッシッシ、ありがとう。そして、ちゃう。なんでこの変えた瞬間お前が戦ってるの？違うの。変えるんや。そこは変更や。そこはキャラ変更。ごっくん中狙いすぎやろ、お前そっちさ。ちょっと、こっち向け、こっち。こっち向かんかい。お前はなぜそんなに HP が減ってないのにその技を使おうと思ったのか。その理由について小1時間問い詰めたい。よいしょー。MP 取っちゃった。回復の取りに行きたかったのに。この野郎。すげえ上がってくよ。もうブロッケンレベルグイグイなんだけど。トシシ仲間にしましょうか。オッケー。トシシ名付けました。オッケー。よろしく。よろしくどうぞ。すげえ遠いぜ、道のり。これ。全然気づいたね。この野郎てめえごらー。よし、戦いまくっていくぜ。こっち隊長やって、隊長出てきた。ついに一つ上のやつ出てきちゃった。ちょっとまずいから、これはね、俺これ使おう。強いわ、この辺。どうせダンジョン入ったら回復あるでしょ。大丈夫、いけるよし。で、ちょっと全ダインが強いから全ダイン集中攻撃いくぞ。おらー、よしで、セイ。あいたい、ほら岩投げ来るぞ。会いたい。ちょっと待って、ないんちゃう。あ、これないぜ。復活ないぜ、俺。あ、まずいよ、これ。これ多分復活させれるけど。やばいね。こんなところで使いたくなかったけど。最悪だ。これは最悪だわ。フェニックスの王的なやつを完全に忘れてたわ、これ。これやらかしたね、これ。これやらかしたやつやね。ちょっと待って。ちょっと、3回ごらん！やってもだ！かー、しかもなんか良さそうなアイテム使っちゃったって、このオチがもうなんとも悲しいわ。悲しみでもう涙が。てめえごらん。この野郎、体調こらお前。よっしゃー。よし。オッケー。おっしゃ、レベル上がった、俺。エナジーイーター。なんだあれ。ちょっと良さそうな手に入れたな。よし、ちょっと待って。これやな、MP やばいわ。使おう。もういい、しょうがない。まあ、もう致し方ない犠牲だわ。やばいね、これ。根本を絶対的に足りないぜ。エナジーイーター。これだ。なんだ。生命力を奪う牙。守りを捨てて攻め続けよう。マジで。守りを捨てれないんやけど、今。今の俺さ、守り捨てたらやばいんだけど、大丈夫？全然捨てれないぜ。ゴーストの谷さん、これまっすぐ行けねえや。上から回らないといけないんだ。こっちだね。こっちから回るタイプだね。ちょっと拾おうか。合成素材的な。硬い骨を手に入れたぜ。よし。さあ、進もう。あと一匹かな。ダンジョン入るまでに敵は。お前で最後だということを思い知らせてやるぜ。よし、最後の砦やな、お前が。俺は突破して、回復にするんや。行くぞ！ドン！デタラメっていく。あ、ちょ、間違えた。デタラメっていくぜ。ほっ、トロトロとかいう技を打たれそうだったけど、危ない。先に俺が打つ。どうだ、参ったか。よし、行こう。押せ。おら、押せ。痛い。押せ。どう？トロトロ食らった。食らったのか食らってないのか、いまいちわからん。もう大混戦。もう敵と味方が入り乱れすぎて大混戦。あ、来た。よし。いただきまーす。ありがとうございます。キャンドラさん仲間にしました。ありがとうございます。ブサ可愛くない。ないやつをゲットした。よし。オリバーチェンジ。
で、そのチェンジした時片付けるのやめてほしいな。私チェンジしてからもルッチを使いたいんだよ。ルッチ派だから断然ルッチ派。ほら行くぞ、押せ押せ。ルッチ大丈夫、入れ替えなくてもいけるってお前なら信じろ。よし、ほらね、入れ替えなくてもいけた。だから言ったんだよ、ほらね、完璧だ。どんどんレベル上がってるって。ブロッケいいね、いいね、いい感じでレベル上がってるよ。どんどん戦闘に使えるようになってきて、よし行こう。どうよ、え、どうなってんのこれ。反対、ああ向こうだ。これやられたわ、はめられたわ。ここで終わりだと思ってたのに、まさかのはめられた。ゴーストの谷難しいな、これ多分地図見たらいけてた。地図見たらいけてましたね。うーん、おっちょこちょいだから。ちょっと先走りすぎちゃうとこあるからね、ティンさん。そう、慌てん坊さんやから。よしよしよし、やっちゃうところあるある、そういうところあるんだよね俺。最高、あのキャンドラ、あーこれ結構戦わなあかんやろねこれね。キャンドラはまあ戦わなあかんな、これは。よっしゃ、やってやろうじゃねえかお前、かかってこいよお前、俺はやってやろうじゃねえか。んー、トッシッシかなんか知らんけどお前、ボコボコにしてやんでー。でたらめ斬り、あたー、おりゃー、連続斬り決まったぜ。そこから殴る、そこから殴る、そこか、あ、痛い痛い痛い、なんかすげえ防御力が落ちてますみたいなマーク出てるけど大丈夫、これ大丈夫じゃない気がする、大丈夫じゃない気がする。やばい、一回チェンジ、一回私逃げまして、逃げまして、一回逃げまして、ここはヒールを使うよ。よし、てかさ、俺さ、主人公のさ MP をさ丸に上げるみたいな、そんなんないの。そんなんあったら一発やと思うよ。おい、よしよしよし、こういうことだ、こういうこと、こういうことなんだ結局ね。結局自分で自分の命を回復していくっていうのが一番大事なんだよ。そこからのチェンジルッチ、いってよお前。コッツ隊長やっぱ強え、隊長やっぱ強いわ、隊長半端ない。そしてこの攻撃ダウン技が半端ないよ。うら、痛い痛い痛い、てめこら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 、やんのか、やんのかお前。うら、うら、コッツ隊長強え、隊長強え、隊長マジ強え、隊長、隊長強いね、やっぱり打点隊長じゃないよね。やっぱもうみんなをこう戦闘切ってね、こう夢落とし、ピタゴラ進化できるやんこれ。来たやん、ピタゴラ確か夢落としが最後やったよねこれ。進化させれるやん、行きますかピタゴラ。ピタゴラを進化させる時が来たよ。サンドロップ進化するんだ、フェルマに進化。挑発を覚えさせたいわけよ、挑発をね。そしたらめっちゃ強くなると思う。さあどうだ、進化しましたよ。色が変わっただけのやーつ色が変わっただけのやーつですけど、まあそこはしかない。よっしゃ、で石化ブレス、たたり、夢落とし、これだな。レベル6になった瞬間のこれを期待しましょう。よし、ちょっとオリバーの HP がやばいんだよね。でも回復アイテムもそんなにないんだよ、実は回復アイテム結構ない、やばいねこれ。試合始まった瞬間ちょっと回復やるぐらいの勢いが、あれ登れない、嘘、え、どここれ、え、どっから行くのこれ、え、あー、もしかしてだいぶ前から行くこれ、え、え、あれ俺さっきのとこで会ってた、あ、橋だ、橋、魔法で橋作るんだあそこで、やられたわ、そういうことか、あー魔法で橋かければよかったんだ、失敗した、合ってたんだ、じゃあこっちで、はいはいはい、私は今正解の通路を行ってたわけですね。うん、で魔法でファッツって、ファッツって橋をかけたらもうこっち、隊長来たよ、また隊長来ちゃったよ、また隊長来ちゃったよ。ちょっと待って、ちょっと待って、魔法でまず自分を回復するね、まず自分を回復する、よしよしよし、まず自分を回復しますよ、まず自分を回復しますよ、ヒールで。もうピタゴラ出されていくよね、進化して弱くなってるの出されていくよね、もうすごいよね、酷使されてるから、てめえこれ、おら、まずちょっとごっくんちゅう倒す、まず倒す、最初にタゲ取ったから行くけど、これまずいんじゃね、なんかさ、ルッチ全然ダメージ与えられてなくね、どうして、なんで1しか与えられないの、みんな、なんで1しか与えられないの、なんかされた、なんかされた、なんか1しか相手与えられなくておかしいことになってるんだけど、なぜ、どうして、 Why don't you? 危ない、ちょっと、これやばいぜ、これ結構やばい、はいはいはい、今必死に逃げてる、必死こいて逃げてるから、俺ね、今必死こいてる、よし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 、さあ行くぞ、
さあ行くぞ、チェンジ、チェンザブル、アタックだ。おやっと攻撃力、もう戻ってない戻ってない、全然ゴッくん中にダメージ与えられへんねんけど、どうしたどうした。なんかルッチの攻撃がさ全然威力、こんな低かったっけ、なんでこんな食らってないの、ゴッくん中に。どうしたこれ、何があった、なんでこんな食らってないの、1しか食らわないんだけど、なんで、ちょっと技使ってみようか一回。あれなんかされた今、防御力上げるとかなんかしよったこいつ。一体だけなんかすげえ硬えな、一体めっちゃ硬くね、どうしたどうした、なんで硬いのそんな。ちょっと待って、やばいやばい、俺死ぬ俺死ぬ俺が死ぬ俺が死ぬ、俺がいろいろ死んじゃうからやばい、俺がいろいろ死んじゃうからやばい。はい、待って待って待って、隊長、へいへいへい、待って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 、これさ俺このままさ洞窟行くのやばくね、ちょっと今感じてきたんやけど、それをこれこのまま洞窟行くのやばいよねこれ。えっ、ちょっとレベル上げいりそうじゃねこれ。あーめんで、やめっつって、おら一緒に来た、この野郎ってね、おら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 、よしいけるいける、まだいける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 、そろそろやばいそろそろやばいそろそろやばい、一回兵、一回兵、よし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 、一回兵して一回兵してからのチェンジ、よっしゃほらほら、よっしゃ相打ち、オッケー、 MP 回復取る、よっしゃやったね、しっかり集めていこう。あーやばい、ザコ超強い、ザコやばい、ザコじゃなくなってるよこれ、ザコがザコじゃなくなってる、やばいよこれ、これいかんやつよ、これ非常にいかんやつ、これまずいな、到達できるかなあそこまで。まず時間もやばいからね、実はね、実は時間もやばいからね、これ。見えない橋をつけるやつ、見えざる道、おい、こんな広い範囲でもいいんだ、もっと狭い範囲しかダメだと思ってた、橋かけるのって結構ここ広いよね、だってね、感覚いけるんだ、よし、オッケー、橋かかった、橋かかって、正直言うわ、このコッツ隊長逃げたい、この辺逃げたい、この辺マジ逃げたい、この辺マジ逃げたい、うわうわー、てあってあ、待ってやめて、くおお、どうだこれが実力、もうダンジョン入ったとこにセーブポイントがある、回復できる、そう信じる、そしてちょっとレベル上げできる、そう信じる、行くぞ、どうよこれは、来たでしょう、はあ、もうしんどい、ゴーストの谷来ました、はあ、幽霊系ばっか、あったー、あったよ、なんか呼ばれたぞ、なんだなんか呼ばれたぞ、おなんだてめえ、ついてくんのが後ろから、ほんまやね、美化されとったね、ほんまやで、銃使い、マジで、お許す、いいだろう、同行許可しよう、うん、ほんまや、心配するとめっちゃ怒ってるやんすごいなやっぱりラースの前でそれ言ったんだよ、ラース悲しいやっけほんまやなこんなやつだと今更俺もびっくりだってやっぱ知ってんだな、うん、ロデックを知ってるんだよね、やっぱりこんなやつだったら、まあ親が親ならあんだけひねくれちゃうのかな、うん、合成レシピをもらったぞ、おいどんなやつなんだ、ちょっとそれを見ようぜ、アンロックガン、アンロックパーツ持ってる、どれ、黒鋼ってどこで手に入るのこれ、おいこんなの出てるけどさ、これなんで素材の入手先出ないんだよ、おい黒鋼ってのはどこで手に入るんだよ、それを教えんかい、まずそれを、回復きた、よかった、あーもう一安心、もう一安心、マジ感動するレベルこれあー疲れた、ここやばい、はい、ということでここまで見ていただいてありがとうございました、今見ていただいたようにですね、完全にレベルが足りてないですねこれ、うん、完全にレベル不足ですので、ちょっとここでレベル上げします、次来週までにレベル上げしておきます、今のところ目標はオリバー、マル、ジャイロとかのこと主役級、まあ、その主人公の方ですよね、こっちが30レベル30目標にしておきたいと思います、それぐらいをめどにちょっとレベル上げしたいと思います、ちょっと今のままいったらダメだわ、アイテムないですもん今、アイテムないんで絶対やばいんで、ちょっと上げますここで、はい。
ちょっとお許しいただけたらと思います。まあ、RPG にはそういうのはつきもんだと思いますので、はい、お願いいたします。その間に何かね、もし新しい仲間増えたわとかいうのがあった場合は追加収録して、それだけは、動画の最初とかにつけさせていただこうと思いますのでお願いします。はい、それではここまで見ていただいてありがとうございました。またよかったら来週も見てください。それではお疲れ様です。